まあ、斬新な発想と大胆な行動をした人だけに現れる隠し扉、まあ、勉強ができる優秀な人ほどこれができないズルだとか言ってみんなとね同じことしたら差がつかないんですよ。はいどうも、翔太です。これまで会社を10社作った連続強化です。ということで今回もいただいた質問に回答していきたいと思います。今回の質問なんですけど、成功する起業家の共通点は何でしょうか？まあ、割とね抽象的な質問なんで答えはね人によって様々だと思うんですけど、僕の場合はですねサードドアですね。サードドアをこじ開ける能力を持ってる人。結局ですね今まで僕が関わってきた事業、まあ、自分に立ち上げたのとか投資したのも含めると、まあ、20、30社とかありますけど、うまくいってる会社経営者って例外なくこのサードドアをこじ開ける能力を持ってるんですよ。でこのサードドアって何なのっていうことなんですけど、まあ、数年前に、ね、書籍化されてるんで、もしかしたら知ってる人も多いかもしれないんですけど、簡単に説明しますね。大半の人は正面玄関に並びます。律儀に長い行列の後ろから、まあ、それがルールだと教えられてるので、そこに疑問も持たずに、いつ入れるかわからない扉の前で待ち続ける。これがファーストドアですね。セカンドドアというのは一部の VIP のためにある専用の扉ですね。これは一般の人には開放されてません。で、サードドア。こっそり中に入れる裏口の扉みたいなイメージですね。これは行列から飛び出して裏口を探さないと見つけられない扉なんですよ。で、このサードドアってやっぱり教えてもらえないことなんですよね、誰にも。まあ、今時代の変化めちゃくちゃ早いから、今この瞬間の正解が明日とか1ヶ月後にはもう正解じゃなくなってるかもしれないじゃないですか。だから行動していかないといけないし、みんなとね同じことしたら差がつかないんですよ。でもみんな人と違うことをするのって不安だし、失敗するかもしれないから、今見えている正解っぽいことに頼ってしまうというか、なんとなく周りとね同じドアに並んでしまうっていうことなのかなと思うんですよね。でね、これ日本人がめっちゃ苦手なやつですよね。まあ、勉強ができる優秀な人ほどこれができない、ズルだとか言って、まあ、もちろんね法律破ったりとか人に迷惑かけてはダメですけど、ちなみに僕は投資をする際、それから一緒に起業しようと誘う際に必ずサードドアをこじ開けたことがあるかどうかっていうエピソードを聞くようにしてるんですね。でこれによって、まあ、困難なことにぶち当たっても折れない心があるか、でその課題を冷静に分析できる思考力、何が何でも解決策を導き出そうとする執念、前例とか正解がない中でも問いを立てられる柔軟な発想力、それを実現する行動力、まあ、起業家にね必要なこういった要素がこの質問である程度把握することができると。で僕の経験で言うと、振り返ればあれサードだったなと思うことがあって、30歳になったら起業しようって決めてたんですよ。で起業する前にいろいろな人に話を聞きに行ったり、まあ、いろいろ本で調べたりしたんですね。で結局起業って運によるところが多いねっていう話だったんですよ。なんだよそれみたいな。まあ、今になってはね、それは正しいと分かるんですけど、で、VC とかは多くの会社に投資して、まあ、例えば10社に投資したうちの1社当たればいいっていう考え方でやってると。そういう話を聞いて、こう考えたんですね。じゃあ10社作れば1社成功するじゃんって。普通はもう10社作るなんて最初から無理だって多分考えもしないと思うんで、まあ、1社をどう成功させようかっていう話になると思うんですけど、僕はそこで、じゃあどうやったら10社作れるのかなっていうふうに考えたんですよ。で、縁あって、ベンチャーキャピタルを自分で立ち上げることになったんですね。で、そのお金で自分で作った会社に自分で投資をする。これによって10社を作る資金を確保できたと。まあ、当時はね、自分でもむちゃくちゃな話だと思ったんですけど、まあ、誰もやったことないですし、まあ、面白いなって思ったんですよね。まあ、結果的には1社目の会社である程度成功することができて、まあ、その後もちゃんと10社作ったんですけど、まあ、半分以上は成功をすでにしていると。まあ、これもベンチャーキャピタルで作らせてくれたあの恩人との出会いがあったからこそって、かなりまあ偶然の要素が強いんですけど、でもですよ、そこにあの10社作ろうっていう意思がなかったら、仮にそんな話が来てもスルーしちゃうじゃないですか。まあ、当時はね、本当に一社に専念しろとか、けしからんみたいな話とか、調子乗んなみたいな、いろいろ言われましたけど、まあ、うまくいったらね、もうそんなこと言う人もいなくなりました。で僕の認識だと、このサードドアっていうのは、隠し扉だと思ってて、まあ、普段はね、目に見えないドアなんですけど、まあ、斬新な発想と大胆な行動をした人だけに見える、現れる隠し扉。この隠し扉をこじ開けることが、企業ではめちゃくちゃ大事なんですよ。少し話はそれますけど、事業でピボットするときも、これ大事なんですよ。まあ、その事業はうまくいかなかったとしても、じゃあやめて別の事業なんか考えようっていう感じではなくて、挑戦したからこそ見つかった新しいヒント。でこれこそね、隠し扉なんですけど、有名な話で言うと、インスタですね。インスタグラム。あれって実はもともと位置情報共有アプリだったんですよ。
なんですけど、うまくいかなかった。ただヒントはあったんですね。そのアプリのユーザーは写真の共有を楽しんでいたんです。そこで写真機能の一つだけを残してピボット、これがインスタ誕生の理由なんです。インスタの場合はもうまさに写真が隠し扉だったわけですね。まあ実際にはね、なかなかこんな綺麗にピボット決まらないんですけど、はい。もちろんね、これは企業だけじゃなくて、まあ会社においてもね、新規事業だったり、新たな企画だったり、いろんな場面でこの考え方が生きると思うので、ぜひ参考にしてみてください。それでは。